ムヤマ話第71話、憎まれ役。アーリハナでこびりくよったら、シューゼリのシューが二人やってきて、ドブ作業を作っとらんかという砂、いきなり靴履きで座敷へ上がりかけたで。先生方、ドブ作業を調べさせることは構えないが、人の家へ土足で上がっていいって方があるかい。慌てさせてもいいでゆっくり靴を脱いで上がらせ。って言ったら、その衆は、次の悪い顔して、靴を脱いで上がって、みそ部屋の周りをチロチロっと見ただけで、出て行ってしまいました。これは、慶応生まれの私の父の自慢話の一つであった。どこそこでは、運悪う甘酒のカブトバチを見つけられて、罰金を取られさせたいな、といった噂が流れる。甘酒というと聞こえがいいが、実は、腐りかけた麦飯に米麹を入れて発酵させたものに過ぎない。家々では毎年缶麹を買い込んで、買い込んでと言っても、本当は白米と交換してもらって、おきむすり屋の置いていった大きな古い缶袋に入れて、天井下に吊るしておく。そろそろ陽気が良くなって、飯が眠さるようになる。すると、その眠さりかけの大麦飯に、麹を混ぜて、カブト鉢に入れ、風呂敷をかぶせて、一夜ばかり放っておけば、独特の甘みが出る。黄色っぽくとろけた様は、一見、おかゆに似ているので、うちの者はおかゆと呼んでいた。すっかり、麦の形は崩れているけれども、口に入れてみると、かすかに、伸ばし麦の皮が、下に感じられた。このものといわゆるドブ酒とは、その様子が誠によく似通っているというわけで、取り締まる側も、さぞかし、真の疲れることだったろう。それにしても税法が変わって、百姓が飲み代にしていた、わずかな自家用紙の製造すらできなくなったのは、一体いつの頃かは知らないが、ほんのしばらく前まで自由に作って、諸行事の際の振る舞いや、また疲れ直しに、茶碗いっぱい引っ掛けるといった楽しみを、経験しておった人たちばっかだから、この法を遵守するということは、随分と辛いことであったろう。だから大正の頃では、事実、摘発される向きもないではなかった。そんなわけで、一般に修税人の人たちへの風当たりが強かったのもやむを得まい。修税人の人たちが部落へ入ってくると、裏口から隣へ、隣から隣へ、次の組へと、あっという間にそのことが伝えられ、最初の数件は別として、あとはどんなことがあったって、見つけられるなどということはない。運悪、土しょっぱつに踏み込まれたとこでは、とっさに小壺に駆け込んでしまったり、亀の中へ、漬物の大根を、ぶち込んでごまかしたり、おじいが抱いて竹やぶにすくんどったり、慌てて亀を抱いて走るとこを修繕に追っかけられて、転んでまって元も子もなくしたとか、当初はなかなかの活劇や引き劇が展開された模様である。私も子供の頃、ドブ酒をどこそこであえられたそうな、といった噂は耳にしたことがあっても、実際に見たことがないので、修税理という人たちに、夏になると真っ白な服に、サーベルをかちゃつかせながら、戸籍調べにやってくる巡査と同じイメージを描いて恐れたものである。その後、郵便局に勤めていた頃、町の代書人の人たちが、窓口へ内容証明を持ち込んできた。
それは昭和6、7年頃のことである。証明する内容は実中8個まで借金の返済が期限までになされるための再請求で、もし今度期限を過ぎた場合には財産を差し押さえるといったものであった。そして事実、期限を過ぎると受け判をした保証人の家財道具にまで赤紙を貼って封印をすると聞いた。税金の滞納の場合も同様差し押さえられたということであった。家内の父親というのが大変男気の強い人で、受け判で新庄を潰したので、その家人から当時の様子を聞いてみると、借金の受け判の場合、その取り立ては冷酷で、ある時など赤ん坊の着物にまで赤紙を貼られて、赤ん坊を背負った家人は後ろから出立時の肩に噛みついたと言っている。気の強い相手にかかると、知った釣りも命がけの仕事なのである。しかし、税金の取り立ての場合には、俺は本当はこんなことしとうないけんど、といった感じが、妙に家人の心に通じることが多かったようである。足らん分は俺が出しとくで、あるだけ出しなれと言って赤紙を貼らずに帰った人さえあったと、家人は今でもその当時のことを思い浮かべて涙をのんである。戦後の三津吉の摘発の苦労を税務署で活躍しているお信用たちが時折話してくれた。三里塚でも随分大変な騒動があったようである。ドルショックとかで不景気の風が吹きすさぶ昨今、悲しい思いをしている人も多かろう。本来兄弟であるべき人間同士が、単なる立場の相違から激しく憎み合わなければならない世の中を、私はこの上もなく、愛わしく思う。